習ったことを実践する、自分には問題はないという否定、否認をやめて問題を認識することがまず回復への第一歩であることは分かっています。しかし自分にはコ・ディペンデントや AC としての問題があると、ただ認めているだけでは次への進歩はありません。本を読んだり、ミーティングに出たり、サイコセラピーに行ったり、テープや CD を聞いたりなど、インフォメーションを集め、知識を得ることが次のステップであることは分かっています。ところが、ただインフォメーションを集めるだけでは、次への進歩はありません。実践が必要です。習ったことを行動に移していきましょう。自分で体験的に経験しなければ、血となり肉となりません。